でえー、特にですねあの距離感の話になるとロングパターが、えー、ショートしがちの人なかなかこうカップに届かない、えー、大体こういつもショートしてしまう人の傾向としてはです、ねえー、ほとんどがです、ねえー、バックスイングよりフォロースルーが大きい人。 バックスイングよりフォローがこう大きく取る人っていうのは、えー、どうしてもですねインパクトが弱いので実はパターでもこうボールに当たり負けをしていることがすごく多いんですね。で当たり負けをしてしまうとフェースっていうのはこう開く方向に動くのでどうしてもこうクラブが上に上昇したまま当たってしまって芯を外れて、えー、カップの右側にショートするという人がすごく多いですね。なので、えー、必ずしっかりとヒットする、えー 出すんではなくてしっかりとヒットするということをまず心がけないと、えー、ショートする人は、えー、なかなかです、ねあのー、カップまで届かないので、まあ、ロングパター、まあ、パターの基本はとにかくカップにしっかり届かせるというのがもう絶対条件なんですけども、えー、打っているつもりがなかなかカップに届かない人は大体いいフォローサイドが、えー、早めにクラブが上昇してフォローが大きくなりすぎている人に、えー、そういうショートする傾向があるのでこれはショートパターもそうですけどもやはりパターはしっかりとヒットしてしっかりと球を転がすと。 そこにこう運ぶっていうよりかはしっかりとこうヒットするっていうことをすごく前提としてストロークに関してはあんまりフォローを大きく取らないっていうことをベースとしてやっていただければというふうに思います。